はい、おはようございます。オープニングアクトって感じで、そんなあの次のバンドから楽しんでください。夜逃げのコピーやります。朝遅くから皆さんありがとうございました。何しゃべろう。あ、1回生はどれくらいいるんですか。ちょっと手挙げてもろて。あ、結構君1回生ちゃうやん。結構いるな。あの今回ギターなんですけど。ごめんよ。今回ギターなんですけど、普段キーボードなので、またどっちでも誘ってください。あ、4回生です。藤原と言います。お願いします。いつかは決めるんだ。
ていきましょう。ちょっと。
バオンがって、ね、これ、どう考える？好きなんだわらねえ、例えばこの窓から照らし心臓の鼓動を外さずに花を披露しよう。去年のクジバンド以来で、でベースの宇佐美くんはもうガッツリブラジルのステージ初めてなんで、ちょっとあんまり前の2組のような演奏はできないかもしれないんですけども、まあ、4人の精一杯出して頑張りたいと思います。ではバックナンバーの I love you です、聴いてください。どうも。
前のバー屋と踏切の閉まる音、ああ君に会いたくなる。
にはなるんですけど、ぜひ聴いていただけたら嬉しいなと思います。あ、踏んだりここまして、はい、覚えてきたんで大丈夫です。え、大丈夫です、安心してください、大丈夫です。あとちょっと一個だけ、今日ベースのまさとくんが誕生日なんで、みんなで楽しみに歌いたいと思います。歌いちょっとじゃあ一緒に歌いましょう。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマサト。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。19歳も頑張ります。
ないかもしれない。シャワーバンドなんですけど、頑張れ。アンカーもありますので、よろしくお願いします。No, no, no, no.
先の暗がり星が綺麗に見えるってさ、
地べたに寝転んじゃうあたりが君らしいなんて思ったり、時間を忘れて夢中になった赤信号は点滅してる。肌寒くなり始めた季節に僕らは初めて手をつないだ二人の物語。二人は一つの傘を差したり、二人ほどの星を眺めたり、星ボタン式の信号機を君が走って渡ったり、青森になってきた宇宙の中に浮いてみたいってさ、走れるよりこの声でさ、もう一度は
今回なんかラットが夏デーンで3つぐらいあって、でそれで結構なんか他のなんか他の人めっちゃうまいみたいな結構脅されたんですけど、まあ勝てるように頑張ります。Oh no!
本当にお見苦しい姿をお見せしてすいませんでした。ごめんなさい、ちょっと歌詞飛んじゃったんですけど、入って3ヶ月ぐらい経ちますけど、実は僕ここのバンド以外友達がいなくて喋ったことないので、まあ、ぜひ喋りかけていただけると、ありがとうございます。喋りかけていただけると嬉しいです。じゃあ、名前田中翔太と言います。お願いします。はい、キーボードの凛太郎です。ベースのリクです。あの空です。そして我らが大将のドラムのヒロム君です。しばらくなんかいろいろやっていこうと思うので、また会った時によろしくお願いします。じゃあ次の曲いきます。Time!
バンドです。アサシドックって言います。お願いします。今日は、いっぱいサシドック被ってるんですけど、最後の曲は多分みんな知ってると思うので盛り上がっていきましょう。
Let's go.
記憶やります。Cグラスやります。サウシードの中では結構夏っぽい感じの曲なんで、まあ、夏デーにあった曲だと思います。じゃあ、行きます。あのね、海岸線覚えてる？始まりはそこからね。おかぶって黙ったまま海を眺めていたんだ。Yeah.
いいです。あ、お間違えてた。ナイス。いきます。知らん客もあったんですけど、でもなんか7万人全員で一体感一体になってね盛り上がってたらめちゃくちゃ楽しかったですね。これ別に7万なめっちゃ簡単だ7万人ってとこは大事じゃなくて、別にこう全員でも一体になれば楽しいと思うんですよ。そう乗り方むずいと思うやん。
別に間違ってもええん。違うところで飛んでも、違うところで手挙げても、なんか違う歌い方してもいいね。恥ずかしがらずに、好き楽しんでください。いきますね。踊りに来てもええもん。
そういう風にむしゃぶりしないとやってらんないんで、ちょっと今日は振るわんねー、むしろちょっとダメだね、今日は普段は、まあ、ギターやってるんで、まあ、よかったらなんか暇があったら暇があったら、なんか組みましょう。うん、なんか振るわんねー、今日は本当に、うん、どんなとこっすわ、うん、ごめんなさい。自己紹介いただいて、I'm gonna make it.
んばんは。おい、僕4回生、ほとんど4回生で、ベースの超絶うまベーシストだけ1回生のルナハちゃんですね。うまいよね。次って MC、 次の MC 行きます。じゃあ次のフェーズへ入りますんで、 MC も何でしょう。ちょっと一回チューニングしたら思るよね。大地喋ってほしいな。じゃあ大輝にパスします。ドラムへどうぞ。夏生楽しんでますか？イエーイ、楽しんでますか？もう1日目終わっちゃいますね。早いね。早いね。来るまでも早かったけどね。なんで？夏生になるまでも早かったけど。けど夏園、多分あっという間に終わるんで、一個一個楽しんで、全力で楽しんでいきましょう。けど、準備 OK かい？おいで。音楽しにここに来たんだよね、みんな。音楽しに来たんだよ、ここに。みんなで音楽しようぜ。じゃあ行くぞお前ら。最後まで楽しんでいくぞ。盛り上げてるんだけど、次ちょっと静かめに来ていきます。We'll be right back.
なんか事件起こしてた。うん、なんか音ならんなって思って見とったら抜けてた。シールドは。え？あ、そうだ。誰が？誰が？誰が？イスター MC。 イスター MC。 ノーボーダー出るんで、あの、来てください。このバンドちゃうぞ。おい、このバンドちゃうぞ。あ、そうだね。なんて言ったらやろ。この二人組んでて、俺はこのでっかいやつと、あの、遅れてきたやつと、あの、白いでっかいやつ。うめ。何時だっけ？29時の？違う、29日の4時から大阪の梅田トロトロに来てください。ぜひ。え、なんて俺らの日です。28日の何時？ 12 時？多分それぐらい。そんぐらい。だって俺去年のノーボーダーの自殺の方が好きやもん。Thank you.
Thank you.